はようございます、ドラヘイです。収録が失敗しておりまして、撮り直そうと思ったんですけど、また1分喋るのめんどくさいので困っております。まあ僕の年ですね、なんかその婚活の話とかをしてたんですけど、どうもね、まあ多分結婚できないんだろうなっていうふうに思っております。まあね、昔婚活パーティーに行ってペアになったんですけど、その後ね、すぐ病気が再発してちょっと入院しますって一言送っただけで、もうそれから音信不通、相手は何も一方的に返さず、なんかお大事にとかっていう言葉もなく、なんか何も連絡なく、まあブロックされたんでしょうね。なんかそういったなんか失礼なって言ったらあれですけど、まあ確かに僕のなんか病気になったっていうデメリットはあると思うんですけど、なんかそれをね、パンって切ってしまうっていうか、何も言わずに去ってしまうような人と出会ってしまうっていうのもなんかあったので、なんかお互い様ではあるんですけど、やっぱ相手にもちょっと非があるかなっていうふうに思うんです。なんかそんな大人としてね、なんか一言、あ、お大事に気をつけてくださいとかって、頑張ってくださいとかって一言言えるなら、なんか綺麗な終わり方ができたんでしょうけど、何も言わずにスパッとやられ別れさせられるっていうか、何も、まあ多分ブロックしたんでしょうね。そうやって失礼な大人に出会ってしまうってことはあったので、僕も気をつけていきたいと思います。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。